皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。今回はですね、ようやく、絵師が、50個まで来たんで、多分最後になると思うんですが、兄さんをゲットしに行こうかなと、思うわけなんですけど、まあ、ゲットしに行くって、ねえ、これ、一応、30連目以降になるんで、3パー。確定枠は3パー。そして通常枠は1パー。っていう感じでは来てるんですが、やっぱ個人的には欲しいキャラなんで、まあ最後になると思いますけれども、頑張っていこうかなと思います。まあ内容はね、もう前回動画で、まあちょっと触れてるとは思いますし、まあ他の方も、話していると思いますので、割愛するんですけれども、昨日やったかな、ライブ配信とかもさせていただいて、遊びに来ていただいた方ありがとうございます。まあ、今後も、不定期ながらなんですが、やっていきたいと思いますので、もしお時間ある方、よろしくお願いします。で、並びにチャンネル登録の方、もししていただければと思いますので、よろしくお願いします。というところで、聞いていきましょうか。はい。タップ。さあ行きましょう。一応ね。次、確定枠かな。はい。よう出るな。何枚目かな、このガチャで。5枚目、4枚目か5枚目ぐらいの、感じだと思います。これが6ぐらいですかね、これ。7かな ?8? 9。なんか、しょぼなってたぞ。次、ラスト。ここ重要。ここ重要。あかんわ。もう、見た瞬間あかんと思うやつ、もうやめましょう。というわけで、イタチ確定枠は、ね。いつものイタチが出たというところで、まあ、何とも言えん。何とも言えんじゃないな。もう結局は出たのが、今回のこのガチャの収穫は、このイタチが出たっていうぐらいですかね。残念ですね。まあ、全然、結構ツイッターとか見ても、10連でこの辺の2枚抜きしてる人とか、もうなんか単発で弾いてる人とかおるんですけど。まあ残念ながら、ゲットできなかったというところで、まあもう諦めなしゃあないですね。まああと1日と、何時間とかしかなかったと思うんで、まあ月末、まあ視野報酬と月末の忍びマイルか、の交換と、とかでまた、貯めて頑張っていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。というところで、今回の動画はここでお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。